サッサリ県は、イタリア共和国サルデーニャ自治州に属する県の一つ。県とは、サルデーニャ第二の都市であるサッサリ。2016年9月現在、サルデーニャ州では、研究行政区画等配合のプロセスが進められており、地方自治上は、過渡期にある。2016年、サッサリ県は、旧オルビア天日を県を編入した。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。 サルゲーニャ島の西北部に位置する。県とサッサリは県域の中央やや西北寄りに位置し、オルビアから西南西へ約8 2トルオリスターノから北へ約9 1トルコルシカ島のアジャクシオから南へ約1 3 4キロメートル州都カリアリから北北西へ約1 7 4キロメートル、州都ローマから西南西へ。 約352キロメートルの距離にある。北はアジナーラ湾。西はサルデーニャ海に面する。県の北西にアジナーラ島がある。隣接する県は以下の通り。サッサリ県外略図。サッサリ県には92のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。 人口は2011年1月1日現在、さっさりのトラムカリャリとの間に、島の南北を貫くトレニタリアの鉄道幹線が走っている。サルデーニャ鉄道が近郊に路線を運営しているほか、季節観光路線、トレニーノベルデがさっさりとパラアウを結んで走っている。濃いオレンジ色がさっさり後の離される地域サルデーニャ島、北端部では、 サルデーニャ語よりもコルシカ語の影響を強く受けた言葉が話されており、これらの言語編集はコルシカ語の方言と分類されることもある。サッサリを中心とする県域北部で話されているサッサリ語はコルシカ語に加えてトスカーナ語の影響も受けている。県域南部ではサルデーニャ語ログドール方言が話される。アルゲーロ近辺では中世紀の要素を受け継ぐカタルーニャ語の編集である。 アルゲーロ方言が使用されている。ありがとうございます。